はい、えー、ということで、えー、とこれから約1時間ですけれども口、えー、術試験突破法と関西代理権能力認定交差対策ということでお話をさせていただきますよろしくお願いしますはい、えー、ということで私はレック専任講師の荒川修一です、えー、今日1時間ねあのお話しさせていただきますのでよろしくお願いします と、はいえー、ということでまずお手元にえと持っておいていただきたい資料として今ちょうど使いましたけれどもこう開いてえ1枚もののレジュメと。 あと皆さんにお渡ししたいなということでおま特典ですよねえっ、ー、とまあ、関西講座の過去問のレジュメの冊子があるかと思いますえっ、ー、とあとは、えー、もろもろいろんな、えー、パンフレットだったり、えー、お知らせだったりがあるんですけれども今日移していこうかなと思っているものとしてまあ、手元に置いておいてほしいのがこの口述試験対策講座関西講座対策講座っていうカラーの、えー、パンフレットですかね。 この辺りはちょっと移していこうかなと思ってますので、まあ、お手元にあるかどうか確認してください、まあ、もしお手元にない方がいたらあの周りのね本項スタッフからに問い合わせをしてみてくださいはい、えー、ということで、えー、今日は平成30年9月27日ということでえっ、ー、とおそらく 私の中では1年で多分皆さんの表情が一番和らいでいるところにお会いできるというまあまあだ大い体い毎年こう楽しみにしている日ではあってまあ大体この1日後2日後ぐらいに皆さんの前でお話しできるという機会をもらっているのは大変ありがたいことだと思います。えー、まずはえ何は ともあれということで、昨日発表ですかね、9月26日に筆記試験の発表があったわけなんですが、おそらくこのお話を聞いていただいている方の99.9%ぐらいは、えー、この言葉でまずスタートしていいのかなと思いますますずは筆記試験おお疲れ様ででしたおめでとうございます。 はいえー、ということでやっぱり、えー、長かったなと印象を持たれた方あるいはまああっという間に気がついてみればあっという間に終わっていたなというふうに部屋を考えになる方いろいろいらっしゃると思うんですがまあ、まずここまでねあの乗り越えてくるというのは非常に、えー、大変だったと思います、えー、私もやっぱり今思い返してみるともう10年ちょっとぐらい前なんですけれどもまあ私の場合はまあ、本あの法務局に見に行ったんですよねで見に行って えっとその時はハガキを持っていけばよかったんですけどハガキを持っていかずに頭の中に覚えていって見てうんあるような気がするけどなんかどうも信じられんというので、まあ、掲示板を写して写真を家に送ってこの番号と家にあるハガキは合ってるのかという話をして、まあ、合ってるらしいとじゃあ多分受かってるんだろうでも通知が来るまで信じられないっていうまあ かなり会議的なり的状態に入ったどんだけひねくれつ,つんだって話があるんですけれども、まあ、まあまあ皆さんの場合はそこでね間違いはないと思いますので、まあ、あのここから先今までは受かることだけにこう全勢力を費、ね、やしていた方がほとんどだと思いますでここでこれから先司法書士の講師である荒川が何を皆さんを焚きつけに来たのかっていうお話はあるんですけれどもどちらかというとこれから先皆さんがこう過ごさなければいけないイベント なかなかそこまであの試験を受けている時に情報収集なさっている方というのはいらっしゃらないと思うので改めて、まあえー、このあとどんなスケジュール間で皆さんは進んでいかなければいけないのかということをお話をさせていただいて、まあ、その中で まあ、タイトルにありましたけれども、まあ、直近2週間後ぐらいに控えている「口、え、述、ー、試験」についての対策これをメインでもお話しさせていただいてあとはまあ,あの関西講座のことについてもちょいちょい触れていこうかなと思っています。じゃあ,あ,のあとは少しレジュメに沿ってお話をしていきたいと思いますので映、まあ、しますけれども、まあ、レジュメちょっと見ていってほしいなあということです。とということでまず最初に ざっくりとしたスケジュール感をつかんでおいていただきたいなということでレジュメ1枚目ざっと見てみてくださいご存知の方も多いかと思いますけれども、まあ、まずは 10月10日ですよね水曜日かに口述試験の本番があってその発表が11月1日まあなかなかこの最終発表を見るまで落ち着かないというのが本音だという方はいらっしゃるかもしれませんまずこのようなスケジュール間で動いていってでこれえと最終合格してしまったらもうその後はまあイメージ研修です。 まあ例年ですとということであのまだえー今年度の研修スケジュールが現時点え9月の27日時点で出ていませんでしたのでえ皆さんもこう情報をねキャッチするためにこういろんな方からこう情報を 寄せられる情報を得られるような状況にしておいてほしいんですけれども例年ですとだいたい11月の終わりぐらいから翌年の3月までにかけていろんな形の新人研修が行われるということになりますでその後まあ例年ですとまあこれも6月来年の次の年来年の6月の頭ぐらい 本試験のちょうど1ヶ月前ぐらいのタイミングなんですけれどもここで、えーまあ、いわゆる、えー、関西甲差が行われてその発表が、まあ、これも、えー、大体、えー、皆さんが、えー、見た、えー、本試験の合格のちょっと前9月の頭ぐらいに発表が出ると。 まあつまり皆さんが関西交差まで考えるのであれば、まあ、あと1年ぐらいイベントがこう続いていくんですよという認識まずこの大体の流れですよね。いつ何をしなけ,ればいけないのかっていうのをなんとなく頭の中に入れておいていただくと、まあ、来年までの皆さんのスケジュール感というのがまず出てくるんだと思います。でその中ででじゃあ例えばどこで まあ就職活動をなさっていくのかとかそういったことも考えていく必要があるでしょうしまあねその他にもいろんなご予定があるでしょうからどういうスケジュール感で物事を進めていけばいいのかっていうのを考えていくことになるでしょうということですで。そんな中でももう先にレジジメ次のページも使ってしまいますけれどももうちょっと見ておくとま,あまず講述試験自体はです。 感じで進んとい,いう話なんですけれども、まあ、これはまあ10月10日に行われるということで一応、出題範囲は不当法、消当法あとはまあ司法書士法であったり、まあ、ちょっと司法書士の倫理に入っていくような部分が多く問われている傾向にありますのでまず、口述試験の試験範囲というのをなんとなくイメージをしておいてください。不動産法法法法商業等司法書士法です まあそれでこれを受けてしまってまああの受けていただければまあほとんどの方が基本的に受かっているという状況で11月1日を過ぎていくと次は新人研修ということでもろもろ先ほど1枚目で11月の下旬から翌年の3月末にかけていろんな研修がありますよということでお話をしたんですけれどもカテゴリーとしては中央新人研修。 そしてあととは各単位会というんですかね、えー、まあ例えば東京だったら東京千葉だったら千葉埼玉だったら埼玉の各単位会がが実施すする研修というのが出てきますあとはそれをもうちょっと束ねるようなイメージ例えばこの辺り東京近辺だったら関東ブロックということで近県がある程度まとまってブロックというのを作っていますので、まあ、そのブロックが主催する研修というような形で上に書いておいた3つは、まあ、この。 まあ、いわゆる新人だから受けてねというようよな研修ですあともう一つ下に書いてある特別研修こちらが、まあえーまあ、100時間研修というような言われ方をされているんですがこれがいわゆる認定考座を受けるために、まあ、この研修をクリアしておかないと、まあ、そもそもこの特別研修受けてないと認定講座受けられませんよという類のものです。 なので、まあ、大きく分けると研修新人、まあ、主に新人の時に受けていかなければいけない研修っていうのが4種類ぐらいあるんだというお話になっていきます。じゃあまずこの辺りから少しねお話をしておこうかなと思いますけれどもじゃあまず最初まあ不動産と商標商業投票司法書司法ということで。 まあどのようなスタイルで試験が進んでいくのかということからまあねのためご説明をしておきたいと思います。まあいわゆるまあイメージしていただくのは面接です。あの私の時は相手が多分2名ぐらいでいたと思うんですよね。試験官が2名ぐらいで自分は必ず1人です。でこう小部屋に入っていっていろんな質問をされてそれに対して。 回答をしていく当然アンチョコなんか見れない状態なのでまあまあ,あのちょっとピリピリリしたふうに感じる方が多いのかなという雰囲気ですよねなので、えー、といろんな局面でこう面接を受けることに慣れてる方であれば正直問題はないのかなという気がしますけれども、まあ、実際私の、まあ、経験をこう今また思い出してみると。 こう大体集合時間がある程度同じなんですよねそうするとその時受かっている、まあ、あの試験会場もいろいろあると思いますけどそこにまあ何十人何百人いる中からこうその面接の時間に応じてちょっとずつこう人がはけていくような感じで,でまたあのすぐにお部屋に入るわけじゃなくて確かちょっと待って呼ばれたら入室して入っていくというようなスタイルだったと思うんですけれども、まあ、言ってしまえばその。 緊張すするるための要素が盛りだくさんに揃っているわけですね待たされて何聞かれるんだろうって大体部屋から出てくる人はちょっと青い顔して出てきたりなんかして一体どうなるんだろうっていう状況にまずなってしまうものなんだということですね。まあ、それ、えー、皆さんが、まあ 真摯にそういう口述もし、まあ、ほとんどの方が受ければ大丈夫だって言われているから大丈夫だとは言う思っているけどやっぱり試験だからあのちゃんとやらないとダメなのかなっていうのでまあ自らこう緊張感を上げてしまっているところもあるとは思うんですが、まあ、やっぱりねある程度区切られた限られたこう閉じた空間の中に、まあ、面接官と自分しかいないっていう状況が出てくると、まあ、緊張するものなんだということは、まあ、もしょうがないのかなと思います。 でちなみに時間としては大体もうだいぶ長く感じたんですけども15分ぐらいだそうですなので15分間相手から質問を受けそれに対して答えていくというアクションがずっと続いていくようなイメージ聞かれるのは不動産登記法商業登記法あとは司法書士法ということですよね。なので ま,あまずここに対してどういう対策をしておけばいいのかなということを考えていきますとまあ知識としては皆さんがまあそうですね試験を受けた時がピークだとするとそのピーク本試験に受かるレベルのことが完璧に頭に入ってないとまずいのかというとまあまあそんなことはさすがにないんだろうということなんですけれども今までは。 紙にに書けけばよかっっったたたののの自分の口ででで答えななきゃいけないのでまたちょとと違った難しさがあると思うんですね例えば頭の中には浮かんでるし紙に書けって言われたら書けるんだけども口から出ないとかそういった形でちょっとまた異質な経験をさせられる可能性がありますので、まあ、ここは、えー、とどういう内容が問われるのかということも、まあ、今科目までしか触れてませんけれども知っています。 おくとともにどういうスタイルで実際、その口述試験が進んでいくのかっていうのはぜひ知っておくべきだと思います。ということで、えー、と私も実際に合格したときに受けたんですけれどもまずは皆さんにぜひお勧めしておきたいなと思うのはこのカラーのパンフレットでちょっと写しておきますけれども、はい、レックの方で口述模擬試験というのを用意しています。 まああのスケジュール自体見ていただければいいんですがちょっと私がこの東京近辺のものなので東京のスケジュールをちょっと映しておきますけれどももうすでに多分募集は昨日か,なから始まっていると思うんですけれどもえと大体期間としては来週1週間。 9月の29日土曜日を皮切りに30日日曜日そして月曜日を空いて10月2345火水木金ということで中野本校の方で実施をさせていただきますそしてこの中身なんですけれども上の方に書いてありますよね15分程度の口頭諮問が行われますのでということでやることは 私も実はその公実模擬試験の試験官をやらせていただくこともあるんですけれどもなるべくスタイルを似せます。いくつか区切ったお部屋を用意してそこに例えば私が試験官を模擬試験でやるのであれば、まあ、待ってて入室時間になったたら入室していただくイメージです。そして座っていただいて、まあ、過去公実模擬試験,術試験の本番で問われたような質問がある程度集まってきてますのでそれを皆さんに対して質問していって。 答えていただくこれを15分間続けた後に5分間のフィードバック、まあ、例えばこうした方がいいですよああした方がいいですよってお話をさせていただく形でお一人20分程度の時間を使って進めていくものになります。ですのでまあ例えば私の講義を受けていて私の顔に馴染んでしまっていると私とも 試験やっても意味ないんですよねよく見た人が前にいるので緊張感が出てこない可能性はあるんですけれどもそういった意味ではある程度配慮をしていて例えば、えー、僕のクラスで受けていたというような履歴がある方は僕と面談しないという方でこうなるべく知らない方と1対1でお話しいただくような機会を作るようにしているはず、まあ、東京の中野本校では、えー、前回まではそうしていたのでおそらくそういう形になっていくかと思います。なので、えーと 私が見ていた感覚ですと皆さん相当緊張しますもう後でその後お会いした時にお話を聞いたら本当に吐きそうでしたどんだけ圧迫するんですかっていうようなことも言われたぐらいなんですけれどもやっぱりもう緊張はすごくしてしまうようです皆さん見ていると明らかにこう分かっているのに言えないもどかしい苦しいっていうのを目の当たりにしましたのでなのでぜひ皆さんもある程度日程自体が 1>, まあ1週間って限られたところではあるんですけれどもあの時間的には特にこの土日でフルに1日まフルってでってもまあ平日のど真ん中の時間え多分ん10時ぐらいからやってるのかなあのやってるのでここのどこかでちょっとご都合をつけていただいて1回は受けておく方がいいと思いますどんなに自信がある方でも。やっぱりこう まあなるべく本番に近づけようというお話なので皆さんこうスーツを着ていらっしゃるんですよね。でスーツを着て1対1なり2対1で結構近い距離で。 一方的に質問を浴びせられてってっいうのはやっぱりねこう緊張感がだいぶ違うようなのでこれは是非経験をしておいていただきたいあとはえとそれにまあ特典としてまあこれ受けていただくとえいわゆる口述試験の過去問集です、えー、とおそらく「口述ブレイクスルー」って言い方をしているんだと思うんですけれどもブレイクスルー口述対策編っていうのをまあ 差し上げまますすといいう,うになっていますので、まあ、これを見ていただくと過去どんな質問がされたのかというのをこう累積してある資料になりますから、まあ、そこを対策しておけばまあまあ問題はないでしょうと、まあ、それ以上の対策のしようがないので、まあ、今まで聞かれてきたものをこう見ておいて見ていただけばそんなに難しいこと聞かれているわけではないです不動産投票も商業投法もで。唯一言うならば司法処置法が 1> 今1問しか出なのであんまりどうしても学習してこう知識に触れている時間が少ないと思うんですけどそういう意味では司法書士法は結構。 ががっつりり聞かれてるイメージがあります例えば司法書士の業務としてできることは何ですか、まあ、?3 条のお話だったりとか、まあ、あのその他司法書士があの果たさなければいけない義務どんな義務がありますかねなんてお話を中心にちょっと試験とは毛色の違うところが聞かれてるかなという意味では司法書士法をポンと聞かれると皆さんものすごく緊張するかもしれません。まあ、あの頭に入ってななないい可能性がまあ一番高いもののので、ね、なので まああのまあ、公実模擬試験をまあ受けてみて、まあ、そこできつい思いをしておいてあとは過去の資料をもらっといてそれをちゃんと見とくってことを10月10日までやればそれ以上やれることはもうないので、まあ、あ,のある程度少し気持ちは安らかな感じで、えー、公実試験受けられるんじゃないかなと思います。ななので、えーとまあ、どんなにこうあたふたふしても例えば ずっと沈黙ってわけにはいかないでしょうから相手側も助け舟を出したりしてこう15分を回していくんだろうとは思いますえでもあので多分皆さんそ,れをやそういう状況になったからといって落とされるっていう試験ではないというふうに聞いていますのでそれが何か影響を与えるのかってことはないと思うんですけどただえ期間として10月10日に口述試験をやってそれから発表が11月1日なので3週間ぐらいあるじゃないですか。 このの週間の間絶対みんな大丈夫っていうけどなんか全然話せなかったんだよね大丈夫かなってモヤ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 しながら3週間過ごしてしまうのがこの一番嬉しくて楽しい時期にめちゃくちゃもったいないと思っているのでなので10月10日まではとりあえずやれることはやって。 で、まあ、やったんだからまあまあ多少あたふたしたけどしょうがないかなぐらいのつもりで最終発表の11月1日を迎えられるようにしていただきたいなという意味でぜひ対策をしてくださいという言い方をこれは毎年あるいは模擬試験の場であった方には必ずさせていただいているところです。まあ、とにかく私はそうだったんですけどこの合格してから、えー、実際翌年、えー 交差の試験を受けてその後私は就職しているんですけどそこまでの期間が まあまあ、こう近年の中では稀に見るハッピーな期間だったわけですね。で、これから皆さんはそこに、やっと突入していけるわけなので。その中で、こう、もやもやっとした日を一日でも過ごしてほしくないという意味で。この口述試験対策、ぜひやってあげていただきたいなと思います。えー、多分一番大変だなと思、われるのは司法書士法なので。まあ、あの、口述ブレイクスルーを読んでいただくとともにもう。本当に完璧にやりたいというのであれば、まあまあ、あの。 その後のの後交差対策になながることもいいではないのでは少し司法書士法、えーまあ、条文だったりテキストでもいいのでサっとこう読んでおいていただく「口述ブレークスルー」読んでさらに皆さんがお持ちのテキストを見ていただくと、まあ、試験ではあんまり気にしてなかったけどあこんな決まりあんだなんていうところが見えてくるかもしれませんので、まあ、これは後々の交差対策というところも踏まえると少し司法書士法っていうのは、えーまあ、真摯に取り組む まあ向き合っておく必要があるかなと思います、まあこれ余談になるんですけれども、えー、と私も実務をやってもう7年ぐらいになるんですが、えー、と仕事をしていくと結局司法書士さんって何ができるのって質問されることも多々ありますしその中でこういった業まあ あの機関業務として例えば登記業務がありますよ、ね、例えば最近は裁判もできるようになったんですよなんていう話もすることができるんですが、まあ、それ以上にこうじゃ他の業種の方との,この境目だったりとかそういったところを考えた時にじゃ司法書士は法律上こういう仕事がをすることが認められてるんですっていうのはやっぱり皆さん自身もあの分かっておかれる方が いいいだろうっていう気持ちがありますそうするとそれを決めているのは何っていうとやっぱり司法書士法なので、まあ、司法書士法に意外とこう、ね「司法書士法を何条言ってください」って言われることはないんでしょうけれども司法書士法のんだろう解釈っていうことに対してすごくこう。 真剣に取り組んでいらっしゃる方々が本当に、えー、実務やっている上でもいます。なので、皆さんもね。使用者証を今後まあご、ご自身の立ち位置を決めてくれてる法律なので、少しこう目を通しておく機会があってもいいのかなとは思います。ということで。まあ、後日試験対策はまあ、あの模擬試験受けてください。まあ、えー、模擬試験が全部の地域で、えー 実施されているわけではないとしても、えー、対策でなんか面談のようなことをやってくれている形で口、まあ、述個別指導という言い方になっていると思いますけれども、まあ、あの実施は必ずあるはずですのでこれはどこかの機会を作っていただいてぜひ、えー、受けていただくことをお勧めしておきます。まあ、以上ととりりあええず講述模擬試験対策も踏まままたたたお話をちょっとこの辺りまでさせていただきましたじゃあ次 ちょっとさっき触れましたけど、まあこの口述模擬試験が終わるあ口実試験が終わった発表が出るのが11月1日。そうするとその月の終わりぐらい11月の下旬ぐらいからもう研修が始まりますよっていうのをレジュメの1ページに書いておきました。要するに1ヶ月も経たずにもう研修に突入していくわけなんです。なのでえー、っとこの研修がまあちょっとどういう順番で今年組まれてくるかというのはわからんまだ現時点判明していませんので。 まあ、あのなんとなくのイメージを伝えておいて、えー、とここに関してはあの情報をえ皆さん聞き漏らさないように少しこうネットワークを広げて情報を拾ってくるようにしておいていただきたいなと思います。まあ、あの基本的には昨年のの事例で言うと、まあ、この関東近辺中央 新人研修がおそらくタイミング的に全体の中では一番早く来るということで、えー、確か昨年は前後期に分かれていて3日間ずつぐらいなのかなこれ去年の情報なのでパッとあの見るだけで結構です、えー、と目になんとなく映していただくだけで結構なんですけれども去年平成29年度司法書士中央新人研修だと前期が e ラーニング ネットにインターネットに接続してこう動画を聴くような形のものをやってその後集合研修という形で3日間ぐらいこの近辺だとつくばとかだったのかなでやっている形で実施されてましたまあこれが一番早いところで12月2日なんて去年のイメージじゃなっていましたのでまあこう 去年と同じやり方だと e ラーニングプラス集合実際に皆さんが集合していく形の研修という形になっていっておそらく全体でやるのはこれが一番早いと思いますなのでこれもキーワードだけ拾っておいていただきたいんですけれどもえとインターネットのページで「日試練研修総合ポータル」というサイトがあります この名前で Google 検索していただければすぐ絵をにあたっていくと思いますけれども「日試練研修総合ポータル」です。 このサイトにに基本的には情報が去年は乗っかってきていまえたあとは当然合格者の皆さんには直接こんな冊子がねお手元に渡っていくとは思うんですけれどもまずこういった情報をしっかりつかんでおいていただきたいなとそれによってこの後、まあとブロック研修であったり特別研修の日程というのも順次見えてくるでしょうから、まあ、この辺りしっかりスケジューリングをしておいていただきたいなというところです。 それでいいですかね？日誌連研修総合ポータルです。で、あと、えー、っとまあ、これで今中央研修の話をしました。それでこの辺がまちまちになってくるのが、この各単位会ごとの研修なんですよね。で、この各単位会ごとの研修。まあ正直言うと。 私も合格した時に何がどういうふうな順番で出てくるのかよく知らなくてただ私はあのたまたまレックのスタッフをやっていましたので周りの人が情報を持っているんですよね。なのでその情報につられあ「あ研修に行くんだじゃあ僕も行きます」みたいな感じでこう後ろをくっついていったような形でした。それでまあ皆さんまあ今はもううちょっとこう まあ受験生さんたちのネットワークもこうある程度はまあ組まれていってね LINE なんかあるいは SNS でつながっているという方が多くいらっしゃると思うのでそういう意味では情報は持っていると思うんですけれどえと特にこの単位会ごとの研修だとこう規模がちっちゃくなってくるしまあその対象もだいぶ絞られてくるのでこの辺りご自分が例えば住まわれている地域 だったりあるいは今後登録をするんだこの地域で登録をするんだっていう場合だと例えばどっかの県だとその県の実施する単位会研修を受けてないと登録の要件の一つに事実上していたりするケースがあるというふうに私聞いて。 ことがありますのでもし近々に登録も踏まえた形で、えー、と考えていらっしゃるのであればその登録を考えている地区地域というか、まあ、その単位会県なり党なりまの研修というのがいつ実施されるのかそして、まあ、それがその登録等々の要件になってないのかっていうのは少しこうアンテナを張っておいていただいて情報キャッチするようにしてください。 えとあとはこれ、まあ、東京近辺の方ということでちょっと限定した情報になってしまうんですけれども、えー、先ほど見ていただいた中央研修っていうのが12月の頭ぐらいから始まっていたスケジュールだったというふうに見えてたと思うんですがそれよりも前に確か前だな確か前にあるいは同じ時期を大体同じくして同じくして 東京会大会の研修の一つなんですけれども東京会の研修がだいたい本当のこう先陣を切ってスタートしてくる形で確か入っていたはずですなので今年もおそらくそのスケジュール間でまさにこれが11月の下旬ぐらいからというもっとまあ早いかもしれないですけれどものタイミングでやってきますでこれも東京会の東京司法書士会のホームページには少なくとも情報が出てきます。 そして、えー、とこれはまあまあその日程的にも結構長い日程をかけていろんな、えー、実務的な研修をしてくれる結構大掛かりな研修なんですけれども、ま、あの資料的にもかなり充実しているというのは毎年言われていますしあの他県の方でも全然参加できるのであのもしよろしかったら行けるよっていう方であれば 東京都市場所士会の単位会研修っていうのは少し意識をしておいて情報をつかかかむよようにししておかれるとよろしいかなとろいいな思まあとりあえず研修としてはそんなようなものがありますよということで中央研修という今単位会ごとの研修の話をしましたあとまあブロックというのは同じように集合研修の形はとるんですけれどもこれも所属される単位会のまあ 属しているブロックごとによってある程度日程が変わってくると思います。でこのあたりは、えー、まあさっき言った二試連の研修のポータルサイトあるいは皆さんのお手元におそらくその申し込み書と一緒にいろんなものが来ると思いますからこれあの期限をねしっかり見てその期限までにちゃんとあの申し込みなりをするようにぜひしていただきたいなと思います。じゃあもうちょっと話しますね。はいということで。 とりあえず今新人研修についての中央研修ブロック研修各単位会研修のお話をさせていただきました。あとはじゃあまだそんなに気にする必要はないという前提で聞いてくださいね。特別研修と一応この関西講査の話をタイトルにもあるのでするだけしときます。ということでえっ、ー、と。 まあ関西交差なんですが実施されるのは6月の頭というのを先ほど見ていただきましたがこれ申し込みが結構4月の中旬ぐらいいに例年行われていますまあ提出先はその法務局に対してということでまあ範囲はこれも皆さんがまあ触れていない要件事実論と言われるようなまあ いわゆる訴状等を書いていくときにどういう組み立てで事実関係を主張していくのかというようなことを踏まえたお話になっていくんですけれどもあとは科目的には民事訴訟法執行法保全法そしてここでもやっぱり司法書士法司法書士倫理ということで書いておきましたけれどもこのような内容が聞かれていくものではあります。そしてこの関西講座を受けるために例年年ですと2月翌年2月ぐらい 1>, 1月の終わりから2月かけてぐらいなのかなに行われている特別研修というのがありましてこれが先ほど100時間研修というふうに言ったんですけれどもえーあのまあその関西高査を受けてちゃんとえ簡易裁判所でえ訴訟業務をやるためにはちゃんとこの研修を受けさせますということでその100時間の研修を受けるということ自体も,もう義務付けをしている研修です。なのので何を言いたいいたかというとうこの特別研修だけは ちょっと休めないですあのというのが客時間をちゃんと満たしている全部こうちゃんと出ているということがあの要件になってしまうのでなので、まあ、大体この風邪がインフルエンザが流行りやすい1月の終わりから2月にかけて、えー、結構詰まったスケジュールで週に2回から3回弱かな。えーこう ポポンポン研修が入っている形になりますので、まあ、ここはまあお休みがしにくい、まあ、その自分の都合であるいは体調不良でっていうのも含めてお休みがしにくいということとあとはあのまあやり慣れてない要件事実論っていうのを踏まえて少し新しいことをやらなければいけない状態になるよということまたえさらに言うと結構課題も多いです。進め方としては、えー、まあその場で やるのはどちらかというと皆さんがそれまでにこう、まあ、お題が出てて予習していきましょうというようなイメージですよね自分の課題として、まあ、例えば訴状を作ってきてくださいそれを持ち寄って班の中で検討して一個に仕上げていきましょうっていうのが集合した時にやるような形それ以外は皆さんが持ち帰っていただいて各自の課題を持ち寄ってみんなが集まっている研修の場それ そその場そのもの場もでは基本的にはそのグ,ループでグループワークのようなイメージでえーまあ一つのね課題に沿って物事を作り上げていくというようなスタイルで進んでいくのである意味あの自分がちょっと手を抜いてしまうと周りに迷惑をかけちゃうかなというような気持ちも出てきたりでやんなきゃいけないことは基本的にやり慣れてないことなので大変だということもあってこうちょっと辛いきつい時期になってくると思います休めませんのでね。 まずは日程が出てきたら日程の把握をしておいてその期間はまああのしっかり行けるようなスケジューリングをするもし場合によって早めに就職をするという方であればその特別研修の期間があってその特別研修をまあ,ある意味平日もあったりしますのでそこでその特別研修に参加するつまりお休みをもらえるかどうかなんていうのもそのまあ 雇う側の先生方も分かってはいることだとは思うんですけれどもその条件とこう,うまく皆さんの考えと雇う事務所側の考えが合っているかどうかっていうのも最初に確認しておかないと休みたいのに休めないであったりとかそういう状況が出てきてしまいますからそこはぜひ、えー、事前ににチェックをしておくようにされるとといいいかなと思います基本的にお休みがしにくいそして課題も多いのでまあ、まあ、まあちょっときつい時期になるのかなということです。 そうですねまあ、関西交差とりあえずはまずこの辺りまでお話をしておきます、えー、それでまあ関西交差の話もしましたのでもうちょっとだけ、えー、とあんまり数字として見てほしくないのでまだ耳だけで聞いといてくださいね、えー、と試験の科目は今見ていただきました試験のスタイルとしてはこれはご存知かもしれませんが70点満点で、えー、相対評価ではなく絶対評価40点以上を取った人が合格です ですから40点以上取れな全員取れれば全員合格ですし1人も取れなければ合格者がゼロという状況になる試験だちょっと皆さんが今まで受けてきた、ね、まさに今クリアした相対的な試験科目とは違うということです70点満点の40点以上が合格というのがまず決められた試験になりますでその中で合格率がどれくらいかというお話をしておきますと どのくららいいか皆さんんご存知な方っていらってしゃるんですか、ね、まああの挙手とかいうのはしなくて大丈夫なんですけどもえー、と例年ですとまああのまあ近年ちょっと認定率が落ちてきている試験であることは確かです。えー、と私のところに、まあ、この56年のデータあるんですけれどもええー なな60%超え65%とか70%弱っていう年もありました、まあ、つまり、えーまあ、問題とのね出てくる問題とのこのバランスっていうのもあるんでしょうけれどもただ、えー、近年ちょっと落ちていて一番直近つい、えー、この1か月前1か月前ぐらいか9月の頭に出た、えー、最新の認定率なんですが、えー、43.1%です。 まあつまりちょっと二人に一人は受からないのが去年の去年というか直近の実績であるということだけは一応お伝えしておきます。まあつまり七十点満点で四十点を取るのがちょっと難しいまあいろんなえ環境的なものもあったあるいは問題のね、えー、中身というのもあったと思うんですが、まあ今まではね七割弱受かるんだからというようなお話をできていた中でここ四十三パーセントという認定率が出てしまいましたのでまあ少し まあ問題が若干ひねられてた問題だったという手前はあるんですけれども何ああか対策を全くの準備なしで取りかかっていってなんとかなるかなというともしかしたらちょっとそれじゃ厳しい時代に入ったかもしれないなというのを感じさせる直近の結果であったことだけはとりあえずお伝えはしておきます。でそういうことを言うとじゃあいつから対策すりゃいいんですかっていうお話になっていくんですけれどもまあ じゃあ今からっていうにはちょっと長いですよね。まだこの後ともうすぐ10月ですけれども、イメージとしてはまだあのやんなきゃいけないこともいっぱいあるし、なので例えばあのまあ試験に受かるには交差 をちゃんと認定を受けるにはという前提でお話をしとくと先ほど申し上げた特別研修100時間これをきっちり受ければ絶対にそれだけで受かるかというと若干それではないのかなとプラスアルファ何かの対策はしなければいけない試験になってきているだろうことは間違いないです。 でその中でじゃあどれだけの対策をすればいいかっていうのはまあ人それぞれのところもありますが、まあ、それががっつり何かの講座を受けなければいけないのか少しその課題図書として出てくるものの中で、えー、まあメジャーなものもありますのでそんなものの読み込みをしつつ過去問を対策しておけばなんとかなるのかっていうのはこれはその,この要件事実論っていうまあ今まで皆さんが学習していない分野との相性みたいなところもちょっとあってストーンって。 入ってきてきななんとなくわかるこれなんかできるよっていう方もいれば試験の成績が司法書士試験の成績がものすごい良かったのに全然性に合わないっていう方もやっぱりちょっといらっしゃるのでここは何とも言い難いところなんですけれどもえと現時点での私のおすすめの方向だけ言っておきますとえ特別研修が終わった時点で例えば3月末 だっったとしててもその後4月5月月5いう,ように丸々2ヶ月期間がありますあるいは、えー、そのか特別研修を受け始めて話を聞き始めたところで「おっとこれはなんかよくわからん」というような気持ちになったら少しプラスアルファの対策っていうのを見出した方がいいかなというのが正直な感想です。10月から 地理6ヶ月勉強してくくださいいととは、えー、今のところ言いたくないいななというとうころがありますなのでまあまあどんなに早くても年明けでいいんじゃないでしょうかって気がしますし実際にどんなことをやるのかっていうのをこの特別研修等を通じて少しイメージができてきてから対策始める方がいいとは思います。 ななななので何か対策をしけければいけない試験になっているただ単に研修を受ければ受かるというものではなくなっていそうだということは確かなんですけれどもその対策についてはまあ年内ぐらいはまあ逆に言うとまあこの楽しい時期をしっかり過ごしきった上で特別研修を受けてみてその自分の中の歯応えに応じて どれだけちちょっっっとがっちりやてていこううかなっていうのを決めていけばいいいと思いますあの、まあ、対策の方法は、まあ、対策講座も含めてあるいはその課題で使った、まあ、あのどうせ皆さん知ることになりますけどもよく使う、えー、書籍なんていうのがありますからそれを見ながら理解がどのぐらい進んでるかそして過去問やってみてあ過去問なんとなく解けていくからまあこの線でいこうかなっていう、えー、線引きが出てくると思いますので、まあ、年内は少しゆっくりしていただいてもいいんじゃないかなというのが私の 認識です、はいえー、ということで、まあ、ちょっと関西黄砂、えー、の話も出ていたので触れておきましたが、まあ、あのとりあえず年内は少し放っておいていただいてもいいんじゃないかなというのが私自身の感覚ではあります。はい、ということで一応関西のお話もしておきました。 と、えー、ということでまだ少し20分弱あるんですけれどもこの後あと皆さんにお伝えしておきたいのは、まあ、今後、まあ、特にこの研修に絡んでということなんですが、えー、ネットワーク作りというのをぜひ、えー、しておいていただきたいなと思うんです、まあ例えば一つはこの同期合格者といわれる方々のネットワーク。 まあそのうち上し下だっていう話あるいはあの受験勉強していた中でも受かっていらっしゃる方がいたらその方々もその対象になっていくと思うんですけれども。 まあ例えばこの研研修修ががどんんな研修があるんだよと例えばえ私はここで東京会東京司法書士会の研修っていうのが11月の終わりぐらいにあるんだよっていう情報を皆さんにお流ししましたけれどもまあこれも例えばまあ今日このお話を聞いていなければ知らない状態ですしもしかしたら全く知らなくてえもう聞いた時には申し込みの時間過ぎてたなんていうこともあるかもしれないわけです。そしてまあもちろんあの 実務に出られた後というのも。 いろいろわからないことだらけという可能性が高い時にまず最初に誰に話を聞くことができるのかっていうとやっぱり一番なじみのある人はよく顔を合わせている人そうすると顔を合わせている人は誰かっていうと要するに3か月ぐらいこの研修の中でほぼこういろんなタイミングで顔を合わせていくので一番聞きやすいそれも立場的にも同じその年に受かってその年に研修を受けてっていう形で状況が似通っている方々なので。 非常にこういろんなことが聞きやすいですしまあ場合によってはその後10年20年経ってもあの時その同期の中でお付き合いが続いているという話を私も先輩方のお話で聞くこともありますしああ羨ましいなとと思うこともありますなのでこの研修を通じて研修の中で当然実務的なことはすごくいっぱいありますしそれがあとあと「ああそういえば5年前研修で聞いてたよね」ってことはいっぱいあるんですけど。 そういう意味ではあの皆さんの中でも実務もすごく分かっていらっしゃってあと最後にライセンス取るだけだったっていう方にとっては、まあ、その研修の内容っていうのもものすごく役に立つこともあると思うんですがある意味私は業務を全く知らない状態で試験に受かって試験に受かってから初めてこの司法書士っていう業界の中,身に,中に入っていった人間なので。 もう正直言うとその研修がすごいいい研修だったと後と思うんですけどその時にはうんよくわからないっていうことがやっぱり半分以上はあったわけですただそんな中で研修に参加してた意義っていうのはまあそういう意味では知り合いがかなり増えました。まあその元々 レックのスタッフとして仕事をしていたので合格者の同期というのが何十人かはいたんですけれどもその規模がだいぶ広がったことによって後々その仕事をしていく上でも非常にこうネットワークという意味では役に立ったということでそのネットワーク作りをしにいっている要素というのもすごく大きいと思いますからできる限り研修っていうのはしっかりこのタイミングで。 参加なさっておく方がいいんじゃないかなというのが、まあ、これは逆に先輩としての私の私意見になりますそして、えー、さらに言うならばということで、まあ、レックのイベントをご紹介してどうするんだという話はありますけれども、えー、とこのパンフレットにはっってていいないのあ載ってますすね表紙ですこれこれこの合格祝賀交流会っていうのがあるんですけれども。 えとまあ各会場で実施をされている中でえっと私が関係しそうなところだと東京会場11月21日水曜日っていうのがあるんですがこれまあにはあのもしご都合が合うのであればぜひ参加しておいた方がいいと私は思っています。とりあえず11月21日ですでまあなぜ参加した方がいいかって思っているのは思っているかというとまあ もうネットワーク作りの中でこれおそらくどの研修よりも前にタイミングとしては多分入ってくるはずなんですね。ということは、まあ、もうお知り合いがいっぱいいらっしゃる方は気にしなくてもいいと思いますけれども、まあ、例えば まあ、誰も知らないようなところに研修に入っていく時にそこから改めてネットワーク作りをしようと思ってこう気遣ってお話をするよりもそのちょっと前にでも会っていて結構人数としてはそれなりの人数が集まっている中で結構盛んに名刺交換なさったりとかお話をなさったりしている姿を私毎年拝見してますので、まあ、そこで何て言うんでしょうネットワーク作りの第1弾。 をしておいていただいて、あ、この間だ宿画会で会いましたよねっていうところから、え、研修の場で会うことができれば、まあ、だいぶこうハードルが下がってくれるんじゃないかなという気持ちがあります。あと、まあ、もう一つは、まあ,あの私の時にはなかったので、あのなくてその次の年ぐらいからまた復活したので、あの個人的にはこの宿画会会っていいなと思っていることがすごく強いので、はい、ぜひあの参加していただいて、まああの。 おそらくどの会場でも、まあ、あのアルコールも含めて少し出ていたはずですので少しあの話としても和んでいきますから、まあ、そこはねあのできる限り参加していただいた方がネットワーク作りにもいいのかなと、まあ、あとは、まあ、私はこの場でこう,こうやって何十人かの皆さんの嬉しそうな顔を見られましたけれども、まあ、おそらく単、え、価、ー、講座等々も含めてお世話になったあるいはあこの先生に何かお礼を言っときたいなっていう先生方も来て いいるのかなと思いますでそこで、えー、と私たち講師陣はこう例えばあ「受かりました」ってその場に来てくれて報告してくれるその嬉しい顔を見せていただけるというのが、まあ、最もこう、まあ、あの講師妙理に尽きるというかそういう瞬間なので行、まあ、ったついででいいと思いますのであのお話をしてあげて是非、えー、受かりましたよという報告をしていただけるといいのかなと思います。 まあなので研修もそうですしその研修の前段階になるであろうこの祝賀会なりねこういったイベントというのも少し参加してとにかく今皆さんは情報をどんどん こう仕入れていかなければいいいけない状態にあると思います、まあ、この研修のお話もそうですしあとはまあ、ね、そ,のその後に控えている実務に出られるということで、まあ、あおそらく研修に出るとどういった就職先もというとこの事務所さんがどうのこうのっていうお話も含めて出てくるでしょうからそういう話も まあ信じる信じないは別ですしまあお自分でも決めていらっしゃることがあるのであればそれに従っていただけばいいと思うんですけどもでも情報自体は多い方がいいと思っていますからまあその情報をしっかりまあ取捨選択するための情報を集めるためにネットワーク作りをしっかりしておきましょうという意味であの 研修にも参加して、えー、いろんな方とお話をしていただいてというのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに、えー、今日はまあ9月の27日なんですけれども、お手元にあるパンフレットの中で多分えー、っとまあ、東京の方中心になってしまうんですが、もう少し、えー、例えば。 事務所に勤めるってどういうことなのとか、どういった事務所に勤めるとどういう感覚になったの？っていうお話っていうのを別途私の方でもまあしていたりするんですけれども、まあ、これ今度10月の17日にあるんですが、こっちはもうちょっとその勤める就職するっていうことに、ちょっとクローズアップしているようなお話もしている場があります。まあ、私とまこの船戸先生って、いつもあの同じペアでやってるんですけれども、まあ、この方も結構。 もうご自身で人を雇ったりすることができるような立場の方で、まあ、あの今の業界どういうことを考えてますねなんていうお話も含めて出てきますので、まあ、これもあの強制とかいうわけでは全然なくて、まあ、もし興味があったらその勤める、まあ、最終的にはご自身で独立されたり、まあ、あるいはあの勤務して経験を積んでっていうことも考えていらっしゃる方がまあほとんどだと思いますからその中で。 少しずつでいいと思うんですよねえ少しずつででいいと思うんですけれども、まあ、その今は研修を受けて、まあ、実務知識も何となく司法書士業界ってこういうものだねっていうのを知っていただきつつネットワークをどん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 広げていくあとはまあ特別研修に関してはまあ,あの 認定講座できるならばあの取って早めに取ってしまう方が楽だと思いますのでつまりまあ知識がある意味ピークレベルにある時に取ってしまう方がいいと思うので、まあ、この特別研修に関してもしっかり受けきった上でできうるならばこの次、まあ、つまり皆さんが初めて受けられるこの1発目のタイミングでしっかり合格してしまう方がやっぱり楽だとは思います。 まあ、なぜかというと,、えー、と2年目3年目になってくると当然皆さんお仕事も始めてるでしょうから勉強すする時間がどどどどんどんんどんなくなくくっていくわけですよねそのお仕事で実際、えー、また仕事を覚えなきゃいけないから実務のこともやりつつで大体このちょっとねあの、まあ、4月になってじゃあそろそろまた講座やらなきゃってなるとまあ。 知識を思い出したりするのが大変でしょうしそれにかけられるパワーっていうのも今年に比べるとだんだん落ちてっちゃうと思うんですなのでできるならば今年のタイミング次の6月か次の6月に受ける試験のタイミングでしっかり受かってほしいですよっていうのもありますでまたそれと並行してこの就職っていうことも考えながらご自身の将来のキャリアとしてどういうふうに進めていけばいいのかというのも当然意識をしながら 今後のねこの約1年間かを過ごしていただきたいなと思いますのでこう並行しつつただあのこれから先はねもう今までと違ってこうきつい押さえつけられたような受かんなきゃこの先も何もないどうしようもないとにかく受からなきゃっていう状態から比べればはるかに選択肢が増えていてこう皆さんの中でこういろんなことを選び取っていけるような状況がこれからあるわけですので情報をいっぱい集めてでその中でまあいろんな方とお話をしながらいろ ような経験を積みながら皆さんのねより良いキャリアというかを進めていっていただければいいのかなというふうに思っていますはいということでちょっと時間が若干も早めではあるんですけれどもちょっとあの早口になってしまったところもあってお話ししたいなと思っていた内容自体はこの辺りになってまいりますなのでそうですねあとは話し忘れていることはないと思うんですがそうだななのでえっ、ー、と。 言っとくならちょっと時間が余ったから言いますけども、まあ、このおまけで渡した過去問のレジュメですけれどこれもだからさっき話したように今すぐ見,ろ見,な,見なくていいいと思いますあの今すぐ見て今からこれに対して対策しなきゃいけないのかってのはせっかく受かってまだ1日しか経ってないのにまた勉強に戻るのかってそんなことを僕は言いたい全然言いたくはないのでただあの取っかかりとして。 そのさっきあの年明けて特別研修受け始めたぐらいのところでどのぐらい対策しようかなっていう時に結局最後は過去問で40点取れれば受かるというお話でしょうからどんなことが聞かれているのってやっぱり皆さんも今まで本試験の学習をなさった時にどんなことが聞かれているのつまり過去問の対策から始めたと思うんですね。それれと同じようにこれを見てていいただいて そこからうわ自分にとって足りないところはどこだろうというのを探していただくようなやり方で全然いいと思います、そのために、まあ,あんまりこうお金を、ね、かけないでいいようにということでお渡ししている程度のものだというふうに考えていただければ結構ですので、はいまあ、あのその時になって引っ張り出していただければ結構だというお話になります。 はいえー、ということであんまりこれ以上あのだらだら話してもしょうがないので、まあ、皆さんもあのこの後合格したこのね一番いい時間帯を少しでも有意義に過ごしていただいて、まあ、その中でまだね、えー、このレックにいる、まあ、私たちが、えー ご協力できることがあればその度にご協力していきたいと思いますので今後もよろしくお付き合いいただきたいと思いますそうしましたらちょっと時間の5分ほど早くなってしまいましたが19時からスタートした口実試験突破法と訴訟能力認定交座対策ということでのお話ここで終了にします。どうもお疲れ様でした